なぎでーす。2人して松明は辛い。いや、ほんとマジで。全部一緒だからね、持ってんの。ちなみに。双子なの？ちょっと2番目。はい。なあ、このさ、戦力眼もないの。無理。無理あれ違った？先読みして会話しようと思って。先読みして無理なの。いや、無理。無理で会話できそうかな。無理よ、それ。やられた。やばいよ、道に。リーパーおる。ワンパンいっとくわ。頼む。割れてしまった。ちょっとやらんうちに下手くそになったもしかしたらそれはある。エペとかも下手くそとかすごかった本当に脳みそやめて一緒なのやめてなんでアメって言ってましてえ、それはもうなんか科学上で証明されてますから。そうなの？え、なんで雨降るか知らないの？全然知らない。まあ数えてる。バカにすんなよ。数えたっていいだろう。いや、いいと思いますよ。数えてるとかバカにされたし。してない、してない。海の中の動物でさ、うん、1位誰だと思う？強さランキング。強さランキング？海じゃなくてもいい。ああ、まあまあ。水の生物もね。そう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 。やっぱサメは入ってくると思うのよ、ランキングの中に。ああ。でかさ的な話もしてクジラ？でもそう考えてやっぱワニじゃない？でもやっぱり不動の1位はやっぱシャチだと思うよ。シャチが一番強いってなんか言われとるやんね。そうなの？巨大生物ばかりなんか有名ですけど、意外にクラゲとかね。クラゲは弱そう。でも食べたら絶対死ぬよ。マジで。じゃあフグだろ。確かに。だったらフグじゃない。ハリセンボンとかね。そうそうそう。正解発表いきます。第1位。はい。圧倒的やっぱシャチですね。おお。そりゃそうでしょうね。北極、あ、でもあいつら海なのかな。第2位。ホウジロザメ。ああ、やっぱサメなんだ。やっぱ入ってきますか。これジョーズのモデルじゃない？ホウジロザメ。そうなんだ。え、第3位。マッコウクジラです。クジラ。入ってくるんです、やっぱり。マッコウ。第4位。シロナガスクジラ。うわ、クジラ。強いよ、クジラ。クジラ来てる、クジラブーム。え？第5位。え？ホッキョクグマ。ほらクマいるじゃん。クマすげえ、クマ来た。すげー、海でいいんだみたいな。いや、動物界でも結構トップ争うぐらいじゃない、クマは。マジ？動物シリーズ。動物ね。動物か。その感じで来んならアナコンダとか全然ありそう。アナコンダ？アナコンダの怖さ知らないでしょ。知らない。うちもだって幼き頃にさ、なんかアナコンダの映画見てさ。ちょっと幼き頃やめろ。えジャルジャルのネタやってんのかと思ってんの。どうなの実際。だからうちが知ってんのはやっぱカバですよ。カバディも確かに入ってそうだね。カバディ、デカさの話やっぱゾウとかワンチャンくんじゃないかな。はい、ああ。しかもそのなんか普通のゾウじゃないよ。みんなが動物園に見てるゾウじゃなくても、あのアフリカゾウとかのレベルのやつ。牙とか生えてそうな感じ。ガチガチのやつね。待っていいですか答え。はい、ますガチ驚くなよ。え ?1 位。はい。アフリカゾウ。ゾウさん来たマジ。こんなピンポイントアフリカ来る。すげえ。ライフルでしか勝てる気がしない。逆に勝てんのライフルあれば。あと、じゃあ勝つ必要ある。戦う必要あんの。やっぱね、人間も混ざりたいでしょ。無理だよ。一番弱えよ。ああ、やめろ。続きまして第2位。はい。ヒグマ。木なんだ。やっぱりね。
クマさんはやっぱ入るよね。クさん、クさん可愛いもんじゃねえよ、ほんと。秘密取れないとかじゃないよ、もう。続いて、第3位。これもでも意外と納得かもな。トラ。あ、トラくるんだ。反射神経みたいな。なんかね、確かに速さは1位でもある。打たれ強さがすごいんだって。え、待って、性格なんか違う。メンタルの話してないよ。第4位、はい、ここできました。カバ、カバー、カバディ、カバディ、やっぱここでくじゃないから。だけど、え、カバは体重1から2トン、噛む力1トン以上。え、待って、やばくない？ 1 トンやばくない？うん、人間はその中でマジで何位なんだろう。いや、もう最下位もいいとこ。最下位はない、だってアリだもん。エトワールやん、うん、なんかどうやって決まったかみたいな。あー、え、競争じゃないの？だってそう、牛かって思う。確かに、確かに、ね、思うよね。いや、でもネズミもかと思うけどな。だいぶ、だってネズミはさ、あれじゃん、ズル賢くさやったって言われてるやん。だとしてもよ、牛かな。確かにね、まだ馬じゃない。うーん、いや、でも馬は意外にも体力がないのかもね。そんな長いこと走らされるの？え、知らないの？知らない。なんかだったら竜とかの方が強いだろ。タツに関してはやっぱ空から降りるのにちょっと時間かかりましたみたいな。空中もオッケーにしてやれよ、それ絶対。結局のところさ、うん、じゃ縄文時代とかのレベルの人たちさ、はい、子供ができる心理を知らんわけやん。はい、もうお医者さんとかのレベルじゃないわけやん。 いないいないいない。そうやろ、だってもう寿命が多分平均寿命30歳とかそのレベルやんか。いや、本当それぐらいでしょ。え、どうやってさ子供産んでたん？え、誰が教えんのそれ？誰がそのエッチしようって言い出したん？わかる。え、ね、うわ、なんか教えてそれ。でもやっぱ男の人の方がさ性欲が強いから、男の人がなんかわ、なんかわかんないけどちょっとなんか女の人見るとわーってなるみたいな感じから始まるんかね。それに限らずだけどね、結構思うけど、食べ物とかどうやってそんなさ料理とか発見していくんだろうみたいな。いや、本当に火最初につけたやつマジ天才じゃねえ。だって、え、確かに火天才だわ。火天才だよね。え、どうやって火起こしたんだろう。うぜえみたいな感じでさ石投げたらさいい感じでなんかさカチってなって熱みたいな。何これみたいな。え、そう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 。え、なんかいけそうみたいな感じでさ火カチボーンみたいな。え、こんなしょうもないじゃないけどさ1時間話してる。でこんなしょうもない話を1時間話すのが一番楽しい。え、ちょっと広すぎんこれ。待って、この、え、1個の種類こんななくてよくないか。最初の半分とかでよかったけどな。ああ、もうやらないじゃん。え、ね、なんでなんでなんでごめんじゃん。もうやらないし。分かるよって言われて彼しかうち。ごめんじゃん。ごめんごめん。じゃあもう一人でやればいい。わ、いいの？ワールドから出るよ。じゃあ一人でやればいいじゃん。ワールドから出るよ、いいの？もうやらないし。もうやらない。わ、いいの？謝ってよ。謝った方がいいよ。謝って。謝った方がいい。